コンピューティングアーキテクチャ講座はプロセッサや並列計算、量子コンピュータなどに関する研究をしています。例えば異種命令セット同時実行プロセッサの研究では、異なる種類の機械語命令を同時に実行できるプロセッサを開発しています。このプロセッサが実用化されると、携帯機器上でさまざまな機能を効率よく実行できるようになります。このようなプロセッサの研究では、C 言語などでモデルを記述しながら進めます。しかし、ハードウェアの完全なシミュレートは困難で、回路規模や動作周波数などの評価、オペレーティングシステムを搭載しての実験はほぼ不可能です。この講座では、アーキテクチャ研究用に開発した FPGA ボードを使ってハードウェアを設計・実装し、オペレーティングシステムを搭載して性能評価を可能にしました。最終的にはオリジナルの LSI を試作して稼働させることが目標です。